はい、こちらです。松田デミオの、ま、カスタムしたモデルをちょっと見たんですよね、うん、こんな感じですって、うん、はい、中の人魚です。はい、ね、ま、強いて言うならばオプションパーツかな、クロームのオプションパーツをね、上とかね、サイドとかね、つけたモデルだったんだけど、まあこれもこれで悪くないなというところでね、見てきたんですよね。こんな感じでデカールもついてて、まあ人によっては嫌いかなって思うような感じなんだけど、どうかな、こういうデミオだったんですよね。まあこんなところなんだけどね、まあタイヤがダメなんだよね、うん、こんな感じでね、あるんだけど、まあここさえ変えればまあ問題はないかなって感じですけどね。まあこれも悪くはないんだけどね、うん、まあちらっと見ただけでちょっと長くなってしまったけど、まあこんなところでね、まあ悪くはないかなというところかな、言えるし、まあ4人駆動だからね、うん。大丈夫そう、まだいけそうだ感じはするな、うん、ここは、まあ、どうにしても走ってない感じだな。あ、これあっちか、左のコントロールとか相まってたりするね。そっか、で4